の人？ああ、ラッキーシモの花束による先制攻撃です。このまま試合開始です。勢いに乗るラッキー下田の攻撃です。おい、いいか、この試合一応あんたに技を出させてやって、客を沸かせておいて、盛り上がったところであとはガチンコ、私がバッチリ決めるって組み立てなんだけどさ。そうなんですか。私何も聞かされてませんけど技を出させるったって、あんたにプロレスの技なんてねえも同然だしさ。今考えが変わったよ、私の好きにさせてもらう。組み立てのクソもあるか。この試合は新しいラッキー下田の始まりにするんだ。あんたにはその踏み台になってもらおうって言ってんだよ。踏み台っすか。ここは道場じゃねえんだ。マットの上じゃ私が最強だってことを教えてやれ。うわー、下田さん、この前のことまだ根に持ってるんじゃ。ロークに振られてもその後どうしたらいいか分かんないし、下田さんマジ切れモードだし。道場での練習と同じ動きかよ。所詮素人はそこまでだな。リングの上じゃ何が起こるかわからないのがプロレスなんだってことみっちり教えてやるぜ。なんだよお前、全然弱いじゃねえか。虎の穴出身って嘘だろ。本当は尻の穴じゃねえの。え、何それ、もしかしてあの構えをしようとしてんの。バレちゃまずいんじゃないのかな。ザオチュンヤも来てんだよ。さあどうするの、マオタイガー。私に勝とうと思うんなら、なけなしのプロレス技で勝たなきゃいけなくなったね。おやおや、待て、俺に行くぞ。ラッキー下田、あやばやと大技ラッキー下田。バカ野郎、今のでおとなしくくたばってりゃいいんだよ。このマットでお前に何ができると思ってんだ。てめえみてえなプロレスの素人と名勝負が作れるほどこの世界は甘かねえんだぞ。下田、何すんねえ、早く決めちまうかい。何高血糖してやがんだこの野郎。何しよってんだ。例のヘンテコな拳法使ったら正体バレちまうんだぞ。分かってんだろうな、お前は今はマオタイガーっていうプロレスラのキレ、スピードともにメインイベンターの名に決して恥じないものです。マオタイガー、息も切らさず仁王立ち、何者なん。猫の野郎、防戦一方のラッキー下田、意地で返しました。デビューしたてのド新人が私からスリーカウント取れると思ってんのか。調子こいてんじゃねえぞこの野郎。タイガあー、わけのわかんないやつに好き放題はさせねえぞ。ここは
こりゃないっしょ。どれ、どうなったのか、私は記憶が飛んじゃったせいでよく覚えてないんだけど。